よし、どうも、どうです。今回なんですけど、今回は2020年の受験生に向けてみたいな、そういう話をしていこうかと思います。このチャンネルでは、受験勉強に関して世界史に関連する本、映画、ニュース、小説、さらには海外旅行の話など、世界史に関してお話をしております。世界に興味がある人、受験勉強で世界史を得意にしたい人、世界史をもっとできるようにしたい人、など、世界史関係、受験関係に興味がある人、ぜひチャンネル登録をして引き続きご視聴ください。ということですね、今回なんですけど、2020年の受験生に向けてっていう、そういうお話をね、していこうかと思います。で、ちょくちょく予備校も始まって、実際授業で行って生徒と会ったり、あとはさらにはね、ちょっとそれ以外のオンラインの話とか、なんかその他もろもろ受験生と関わる機会が結構あるので、今年の受験生に関してどういう感想を抱いているか、どういう風な現状にあるのかって話をね、ちょっと4つにまとめて、4点話していこうかなというふうに思います。ザクッといけると思うので、さっと聞いてください。いきます。まず1つ目が、映像授業はちょっとなかなか限界だなっていうふうに思いましたっていうことです。やっぱりね、映像授業をやるとなかなかハードル高いんですよ。見ない、復習しない、演習しないということで、自粛期間中に見なさいっていう、こうカリキュラムがあったとして、そのうちの全てのものを見てる生徒ってまあ少ないですよ。最初のね、2、3番見ましたけど、結局ちょっとだらけちゃいましたとか、他の科目もあってとか、なんかそんな風な人がすごい多いのかなということを感じた。で、見たとしても、見るだけは見たけれども、復習はできませんでした。復習はしませんだから。ただ見て、なんか、ただテレビを見てる感覚なんだろうね。バラエティ番組見てる感覚なんだろうね。だから結局やったことっていうのは全然定着してなかったり、で、さらに、復習は一応しましたと。ね、例えばなんだろう、ノートをまとめましたっていうことをやってても、演習はしてませんみたいな。やっぱりさ、で、授業ってのは見て、そして、復習して理解し直して、ね、ちゃんと内容を理解して、そしてその上で、問題演習をやって、やっとできるようになるわけでしょ。でも、ここまでやらないから、だから結局、その古い時代の話ができるようになってるかっていうと、なかなか厳しいのかなっていう感じがする。やっぱ映像授業っていうのはそれなりの限界があるのかなということを思ったということです。ちょっとこれバーッと書いてあるんだけど、この映像授業ですごい成績が伸びる人って、この本当の上位層です。で、この人たちはこのね、偏差値で言うと65ぐらいなのかな、65ぐらいだな、やっぱな。ぐらいの人たちは、この人たちはめちゃめちゃ勉強してます。だからこの人たちはブワーッとこうどんどん成績が伸びてるね。ところが、この中階層と呼ばれる人たちは、一応勉強してると思うんですよ。勉強してる人、この辺はしてないのか。してる人、してない人いると思うんだけど、その人たちは結局現状維持が続いている。授業見るには見えたけど、みたいなこんな感じになってるということが言えるかと思います。ということは、やっぱりこう対面の授業っていうのは、ものすごい今後も価値があるものなのかなというふうに思うということです。それこそアレクサンドロス大王の頃からね、対面の授業ってのは講義ってものあるわけですから、やっぱりこれが一番効率の良い、人が人を教えるってものはね、なくならないのかなということで、予備校業界一応AI がどんなに発展してもある意味安泰の業界にいるのかなとか、いうことを思ったりするんですが、それでいいや。で、現状こういう状況だから何がやるかっていうと、ここなんですよ、ここ。で、みんなできないから、ここからがしょ。そうなんですよ。で、この人たちはもうこのままバーッと合格してくれればいいんですが、やっぱりこの人たち本当にもうごく限られた人たちだと思うんですよ。そういった人たちは、もうこのまま上に行ってもらうとして、あとはここ、この中でいかに上位を取るかっていうところが大事になってくる。で、あるならば、ここからで大丈夫。ね、この6月からガンガンやっていけば、全然合格点、合格点っていうか、点数は例年に比べて点数は低いのかもしれないけど、今年の合格に達するのかなっていう感じをする。だからできなくても受かるかもね、例年より。事前っていうのはね、上位の方からガガガって取っていくわけですから、絶対的にこの点をクリアしなきゃ合格しないっていうふうにはなってないわけだから、そう考えると今年は割といつもよりできなくても受かるようになるのかもしれないなっていうことを思ったということです。で、そしてですね、そういったことを考えた時に何をしてほしいかっていうと、これ自己流の怖さなんですよ。自己流の怖さ、やっぱり予備校の先生っていうのは何を考えてるかというと、もちろんその授業の内容を教えることもそうだけど、いかにその生徒の成績を伸ばすかっていうことをすごく考えているんですよ。他の先生は知らんけど、多くの先生が考えると思います、おそらく。で、そのためには何をするのが一番いいかっていうと、自己流じゃなくて、先生の言う通りにやるのが一番いい。これは本当に、本当にそうなんですよ。で、何もね、自分のやり方を 100% までやろうって言ってるわけじゃなくて、なんか誰か信用できる先生を見せる。その信用できる先生が言ってることを真似して、その通りやる方がいいです。自己流ってのは非常に恐ろしい。もちろん今まで勉強してきて、成績が出てる、結果が出てる人はいいんですよ。つまりこっちの図で言うと、この辺の偏差値60とか超えてる人、65とか超えてる人は、もうそれはもうそのまま自己流を続ければいいと思うんですよ。だけどそうじゃなくて、ね、いまいち勉強法が分かりませんとか、今までやったんだけど勉強ができませんでしたとか、もういかに早くね、その勉強法を変えていくか、先生に教わったことでやっていくかっていうことが大事だと思うんですよ。で、それをやっていくのが一番手っ取り早いです。やっぱりほら、
日本のね、茶道とか、柔道とか、教え系のものには、守破離って言葉がありますから、守破離。最初に師匠に言われたことを守って、そしてそこから師匠の言われたことから破って、つまり自分なりの工夫を加えて、そして師匠から離れていく。守破離っていう、そういう手順を踏むことによって、その道で成功していくっていうふうに言われてるんだけど、まあ、受験っていうのはね、結局のところ、入試勉強で点数が取ればいいわけですから、だから最初の部分の守、つまり師匠の言うことを従ってやってるぐらいで、偏差値は取れるんですよ。で、まあ、死んで歯ぐらいまで行ってもいいかもしれないね。でも別に師匠から離れる必要はないわけですよ。それこそね、大学で研究するとかさ、大学院生になるとか、その3年だったらもうそっちまでガンガン行かなきゃダメなんだけど、入試勉強で、合格点を取るぐらいだったら、本当にもう師匠の言う通りやってるだけで、ある程度取れるようになるんですよ。なんだけど、それをやるのってさ、そういうのってさ、1学期にやるんですよ。1学期に授業をしていく中で、どうやって勉強すればいいかなとか、信頼を得るために頑張っていくんだけど、まあ、そうする期間がないので、まあ、ここがなかなかこうやりづらいところかなと。そしてそういう状況であるならば、いかにシフトできるかっていうことで、パッパッパッパシフトできた人がどんどん成績が伸びていくのかなっていうふうに思います。まあ、要は容量がいい人、容量がいい人が、あとは自分にこだわりがないというか、なんつうのかな、いいものを素直にさっと受け入れ、素直な人だな、素直にさっと受け入れられる人がどん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 合格につながっていくのかなというふうに思うということです。そして最後に、まあ、これは今年に限ったことじゃないんだけど、これ予備校が再開して間もなく夏期講習が始まるということで、夏期講習の申し込みとかあったりするんだけど、パンフレットをよく見てくれってことなんでね、パンフレット。これ例にいるんですよ、パンフレットちゃんと読まないで、ね、他の人に勧められたから友達が取るから、親が言うからっていうふうに取って、来たもののみたいな、こんなことやるなんて聞いてないですみたいな人が結構いるんだ。で、それは本当に愚かだから、ちゃんとパンフレットを読んでくれと、そういうことですよ。ね、演習をやるって書いてあるのに、授業が始まったら、演習なんか聞いてないんですけど、復習とかしてませんけど、みたいな人が結構いたりするんでね。あるいは基礎をやるって書いてあるのに、基礎をやったら、こっちの基礎をやったら、簡単すぎるんですけど、みたいな。いや、基礎やるって書いてあるからそこ、みたいな。そんな人が結構いるので、で、こういう人って本当に愚かなので、しっかりパンフレットを読んでください。読んでから申し込んでくださいということ。で、あとは人に流されてはいけないということです。まあ、そういうことなんだけど、でもそうやってパンフレットを読まないとか、人に流されて、そうやって講座を取るっていうことは、やっぱりその人の限界がそこにあるっていうふうに考えることもできるから、その愚かな決断を呪うというか、自分でめっちゃ反省する、そういうことが、まあ、ある意味一つの勉強になるんじゃないのかなっていう気はするしなくもないけど、まあ、いずれにせよですね、夏期講習のパンフレットをしっかり読んでくださいということで、まあ、以上なんですが、まあ、結論としては、まあ、とにかくですね、今年はまだ勝負がついていません。例年だったら、この段階である程度こう見えてくる部分があるんだけど、こっから再開で、こっから本当の勝負が、ね、こっからこの人たちの本当の勝負が始まるから、だから、ここからでも、いくらでも巻き返せるかなというふうに考えております。なので、今、受験勉強うまくいってないよとか、やばいなと思ってる人は、ここからやっていけばね、なんとかなると思いますので、ぜひ頑張ってみてください。はい、ということでですね、今回は、2020年の受験生に伝えたことをバッとまとめてお話ししました。何か参考になればいいかなと思います。あと、質問とかあればね、ぜひコメントに書き込んでおいてください。返信はしますので。はい、ということで、以上、終わり、ご苦労様でした。この動画がいいなと思ったらぜひ高評価と、そしてチャンネル登録お願いします。わかりやすくて楽しい授業をモットーに世界史の授業動画も展開しているので、そっちの方もよかったら見てください。ツイッターとインスタもやってるので、そっちも登録してくれると嬉しいです。ということで以上、終わり。バイバイ。